寒い。いやんじゃあ寒いな。お前寒ないしいいな。俺めっちゃ寒いねんけど馬力やん。寒すぎて無理やわ。車乗ろうや。あかんかん。これはあかん力やん。無理すぎるわ。めっちゃ飛んでるやん、力。寒い。いや、鼻水力だ。無理ちゃう、これは力やん。いくらなんでも寒すぎるやろ。ようこそカラスの力へようこそ。今回は前に言うてた新しい公園探してた時に見つけた公園で来たかったんで来てみたんですけど、いや寒すぎてご飯食べようかな思ってサンドイッチとコーヒー買ってきたんですけど、アホほど風が強くてめちゃくちゃ寒いんで、ご飯は諦めて帰ろうかなって感じです。で、来たらなんか水がめっちゃ噴き出しとって。なんか水道のとこが折れて水が噴き出してたんで、じゃあ止水弁あったんでこれで止めて、で、一応ここの管轄の役所に一応お伝えしときました。また見に行くよとはったんで多分これで大丈夫やとは思うんですけど、いやーご飯は無理よな力。寒ないちゅうかお前は寒ないわな。お前は寒ないよね。そうな寒見てこれめっちゃ水溢れてたやつがいつから出てたんやろうな。ちょっと飛んでんのなんなんこれ。そんなとこ通るなよ。じゃあ俺のコーヒー、もうお前はいらんことしかせんなバカ。寒すぎてホットコーヒーがもうホットじゃなくなってる一瞬で。行こうや下力やん。広場のとこ行こう。ちょっとだけちょっとだけこっちから行こう。ほんなこっちからやっていけるやろ。好き放題飛ぶなよ。飛ばされるほらもうカメラこけるぐらい風吹いてるし帰ろうや。帰ろう力。よし力やんもう一個。寒すぎる。出た。よし帰ろうか。けなんだっけみきちゃんです。最後まで見てくれてありがとうやで。もしよかったらグッドボタン押しといてや。チャンネル登録もお願いします。あとコメントも大歓迎やで。ほなのー。